はい、どうも高尾です。この機体は M1 エボ、そちらの、機体の、フィールドでのテストの方を行います。はい、では、ローター回していきます。まず三軸モードですね。いや風ないんでね、すごい安定してます。右の左、はい、次6軸モード、はい、6軸モードです。6軸だとね、どうしても傾いちゃうんですよね。自分の設定がね本当に悪いんで、3軸の方がなんかいいんだけど、どうしてだろう。家の中だとね全然飛ばしやすいんですけど、外だと風の影響が出るのかなという感じです。はい、じゃあ三軸にまた戻します。ノーマルでのね、フライトですね。今、ジャイロのセッティング、ノーマルですね。はい、ではアイドルアップ1。なんかすごい隣ですごい音がしたんだけど、ラダーレートは自分の好みよりちょっと遅いかな。前の、M1 ですけど、ジャイロのセッティングでジャイロ感度をちょっと下げないと、すごいね、鈍すぎてダメだった、かなりハンチング、スワッシュハンチングが起こったんですけど、おっと怒ってるね。やっぱちょっと激しくやるとスワッシュハンチング起こるのは、やっぱジャイロ自体は前と一緒じゃないかなって感じですね。ちょっと後で、ジャイロ感度、下げていこうと思います。これエレブロン、エレベーターともにね、ちょっと下げた方がいいかな。M1 の弱点、そうですね、バッテリー容量がちょっとちっちゃいかなって感じです。3分ハードで飛ばすとちょっとギリギリかな。でも音の静かさはね、やっぱ一級品ですね。はい、じゃあテストフライト1回目問題なく終了ですけど、ちょっとジャイロ感度下げてみたいと思います。あと、ラダーねレートちょっと高めます。はい、では第2フライトです。ジャイロのセッティングをしました。セッティング内容ですけど、ラダーレートに上げました。そしてエルロンエレベーターのジャイロ感度を1下げた感じですね。お、いい感じですね。自分の好みの回線になりました。はい、じゃあアイドラップ早速入れちゃいましょう。1位、やっぱね、ある程度ハードフライトする人は絶対これジャイロ感度下げた方がいいですね。
ちょっとまだプルプルくるな。もう1段階下げたいですね。パワー切れだ。いやー、 M1 の弱点はこのバッテリーの少なさですね。ちょっと容量足んねえかな。今自分の飛ばし方だとちょっとパワーダウンが早いかな。まあ実のところね、まだこのバッテリー鳴らしを終えてないのでね、フルパワーちょっと出てないのは、確かです。はい、そしたらもう一回ね、ジャイロ感度下げちゃいます。いや静かだね。はい、第3フライトですね。第3フライトですけど、あれ相当ピッチの位置違うな。ちょっと虫が来ました。ちょっとタイム。いや今日虫さんがねちょっとすごすぎるんですけど。はい、ジャイロの方を、いじったんですけど、エルロンエレベータースピードを1ずつ上げ、ジャイロ感度に関してはまた1下げました。結構必死でフリフリやってます。自分の飛ばし方と2分が限界かな。M1 の利点と弱点、ジャイロセッティングができすぎるという感じですね。細かくやりたい人はいいんですけど、普通に飛びたい、飛ばしたい人は項目が多すぎて難しくて泥沼にはまる可能性がありますね。
アイドル2でずっと飛ばすと耐えたか。もうちょいジャイロいじってみたい気がしますが、今回はここまで。はい、次はアジリティってやつをねちょっと下げてみました。安定でしたっけアジリティって。ですのでね、変にジャイロに制御されないようになると思うんですが、はい、やってみましょう。アイドル1、おお、おお、よくなったね。ジャイロにね制御されないような感じがしますね。ノーマルのレベル5だとちょっとね制御されてる感があるのかな。スピードは1上げ6、レベル6にして、ラダーのスピードに関しては、レベル7まで上げてます。もうちょい欲しいかな。うん、自然なフィーリングになりましたね。もう1段階下げるとさらにジャイロに制御されてない動きになるかなと思います。うん、アイドル1で十分ですね。バッテリーも鳴らしが終わり始めるかなって感じで結構丈夫になってましたね。さあ3分経ちました。オールアイドル1で行くといい感じですね。うん、キャッチもしやすい安定さ。